大航海時代より飛躍的な発展を遂げる。17世紀、台湾の地政学にアジアでの重要な位置を占めた台湾はヨーロッパ諸国の貿易拠点となり、また中国、日本、東南アジアを結ぶ中継貿易基地としての地位を確立した。1630年から1945年にかけてそれぞれ時代背景や市場規模は異なるもの。 台湾は貿易活動及び農業活動を中心とした経済活動を行っていた。1950年代になると国境内戦に敗れた中華民国政府により農業経済以外に工業経済確立のための政策が採用され、1960年代には中小企業を中心に工業生産額が増加、軽工業中心の経済に転換した。 1966年から1980年にかけては加工貿易区、10大建設、12大建設などを通して経済発展の基礎を築き、1980年代後半になると外国資本を積極的に誘致したダイナミックな資本主義経済を導入、台湾経済における政府の役割を縮小し、公営銀行、企業を耳営化していった。現在は、 電子産業を中心とした科学技術方面での工業を中心とした経済を確立している。熱、ね、虚考古学の発掘調査により台湾では旧石器時代後期に人類の居住があったことが確認されている。現在確認できる台湾最初の文化として八千闘遺跡に代表される遺跡が東海岸を中心に発掘され長浜文化と称されている。 また、台南市左鎮区では、原人の骨格が発見され、殺人人と称されている。また、新石器時代になると、台北盆地では、塩山文化、芝山岩尾文化などの遺跡も発見されている。戦死時代の台湾での経済活動は、発掘遺物からの推測となるが、漁業や農耕を主とした、経済活動を行っていたと推測される。 植物園文化版機には台湾でも金属機が使用されるようになり、重産業文化などが確認されている。重産業文化は約2300年前に始まり、漢人が台北地区に進出するまで続いた。この時代の経済活動は前時代に比べ活発となり、鉄器の使用が始まり農耕技術を向上させたことにその特徴がある。また、 宝石技術も発達し簡易な道具を用いた衣服の製作を行っていた。1産行文化の特徴が後に、漢人が記録した平保族その他の台湾、原住民の生活特徴と類似しており、多くの考古学及び民族学学者によってそれは平保族などの源流であると考えられている。左陳人の創造図17世紀初頭、オランダ東インド会社は、 台湾での経済活動を行っていたが、その対象地域は、宝庫諸島に限定されていた。当時、明朝は宝庫は、民の半島であると認識していたため、オランダに対し、宝庫からの退去を要求。1624年に当時民の統治が及んでいなかった、台湾一にへと拠点を移し、1662年までの間経済活動を行っていた。 オランダが台湾を占拠した目的は、民や日本、李氏朝鮮と、東南アジアの拠点の中継基地としての役割と、当時スペインが拠点としていたマニラとアキラとの貿易ルートを遮断する目的があった。当時の主要な輸出品は砂糖、鹿川、鹿肉、カズノ、糖、米であり、その他中継貿易品として、オランダ本国からの金属や薬品、バタビア産の香料、 琥珀、ア麻布、アヘン、鈴、鉛、民の絹や陶器、金などが取り扱われていた。オランダ東インド会社の船舶鹿川を例に挙げれば、1634年から1638年のわずか4年間で台湾から武具政策で大量の需要のあった日本に輸出された鹿川は11万から15万枚を記録し、1658年になると佐藤も、 日本やペルシャの需要を満たすだけの生産量を確保し、バタビア向けの輸出も開始された。オランダ東インド会社は、アジア地区に35カ所の拠点を設けたが、売り上げの第1位の日本に次いで台湾は、第2位の地位を占めるに至った。しかしこれらの貿易による利益は株主に還元され、台湾社会の建築に還元されることはなかった。 当時の台湾で貿易を経営していた国は、オランダ以外に、日本もある。日本人との経済競争が発生するとオランダは、日本商人に10%の税を加税し、日本側の不満を弱気、浜田野兵事件という衝突事件が発生し、1628年から1632年まで、両国間の貿易が停止した。しかし日本は、間もなく、 鎖国政策を実施し、貿易をめぐる両国の対立は自然消滅した。停止政権の存続期間は短期であったが、台湾の経済史の中では大きな発展が見られた時代である。特に注目されるのが貿易及び農業の振興政策であり、兵糧問題を解決するため、各省市に一定の取り割り当て開墾を推進した。これら英番伝。 文部関連と称される土地主有制を通した不税制度の確立は経済資本を増大させることとなった。またその政権中期には陳久しによる政権整備が進み、前頭に統治権を行使した以外に海層文化も進み、台湾は歴然とした独立国家となり独自の経済体として発展していった。この時期の農業は 食料確保が優先され、生刀作物から稲の作に転換され、この農業経済の方向転換が、現在の台湾にも影響を与えている。1665年、陳久市下の農業考え事業は、肝心の高尾地区への入植を流し、発展していくこととなった。また、製園業の発展にも尽力し、 前時代からの鹿川などの商品を獲得するための狩猟活動も当時の台湾における重要な経済活動であった。貿易方面ではイギリスや日本などが停止政権が確立した台湾との貿易を行っている。イギリス東インド会社は停止政権を台湾王国あるいはフォルモサ王として通商条約を締結するなど活発な活動が見られた。 歴史上の帝政公は、彼自身の目標である、半身また、民を果たすことなく死去し、また、台湾と関連していた時期も短かった。だが、帝政公は、台湾独自の政権を打ち立てて、台湾開発を促進する基礎を築いたこともまた、事実であるため、帝政公は今日では、台湾人の精神的支柱として、社会的に極めて高い地位を占めている。 清朝による台湾統治の初期は台湾に対しての積極的な政策は採用されず個人的な移民による開墾と水理事業が主体となった。水理事業は農業の根幹であり経済発展の原動力である。1719年から西洋某は濁水系を利用した水理工事を行うとが台湾経済発展の重要な地域を占めるに至った。 18世紀初頭、台湾の高地が水田となると、農業経済と農業生産力は飛躍的な発展を遂げることとなり、1725年には台湾より大陸に米が輸送されるという台湾経済、史上注目すべき成果を挙げている。また、新大になっても、貿易とそれに付随する商業活動が活発に行われていた。 一府に四角と称される三大都市が台湾の物流の中心となり、また、港と称される組織を利用して特定地区の貿易も盛んに行われた。1858年、英仏両国が市場を求め成長に開港を要求、その結果台湾のアビラ、ダク、キールン、淡水が開港されることとなり、台湾からは、 商品価値の高い茶葉及び小脳が輸出され、台湾経済発展の資本形成に寄与している。日本統治時代の東京鉄道。日本による台湾統治の開始により、台湾経済の資本主義化が始まった。それは、まず土寮校の統一と、中央銀行の設立、さらに貨幣制度の統一から始められた、いわゆる資本主義化の基礎工事である。 日本による台湾統治の初期台湾の財政は日本政府の巨額の国庫補助が必要であった。1896年の台湾総督府歳入965万円、中日本政府の国庫補助は694万円を占めた。翌1897年の歳入1128万円、中国庫補助は596万円を占めた。 1898年度からは台湾特別会計による国庫補助が開始されている。そこで台湾の財政的な自立が台湾統治上の最大の願目になっていた。そのため、小玉、後藤政治では1899年から専売倍制度の開始並びに地方税制の開始を含めて財政20カ年計画を発表し、 台湾財政の独立と台湾経済の自立化に乗り出した。この計画の具体的内容は、本国補充金を全言して明治42年度以降の自立財政とするものとし、生産的事業のためには交際を記載し、明治37年度よりはその管理商客を差し引いて、なお歳入余剰を見るという計画であった。以下、本計画と合わせて取られた施策について解説する。 この財政20カ年計画は明治29年度より同42年度までに総額約3748万8000円の補助金を得る計画を立てていたが補助総額約3048万8000円を受けた後予定より早く独立化を実現したすなわち基本的に台湾の財政は小玉後藤政治期に 財政的基盤が確立し、それによる独立財政が1945年の日本の敗戦まで続くことになる。日本による台湾統治の初期にあっては、台湾植民政策の中心を産業振興に置き、そのまた中心を東京省令に置いた。台湾に新式政党会社を設立すべく、小玉、五島が財界有力者を、 進む説して、三井毛利その他総数95名の株主を集め、1900年12月に、資本金に1000万円で、台湾政党株式会社を設立した。しかしながら、その後の台湾の三党校は、減少をきたしたため、台湾統合政策の根本的計画を樹立すべく1901年農学博士、ニトベイナを、 台湾総督府食産局長として昇返した。その二戸部が1901年9月に提出した、感謝の生産、製造及び、市場の三方面にわたる意見書が、東業改良意見書である。台湾総督府は、この県議書のほとんどを受け入れ、政党工場への補助、政党の原料の確保と、市場保護などの奨励策を展開し、政党業を、 日本支配下の台湾における最大の産業に急速に発展させた。一連の政策は日本の財閥の投資意欲を高め台湾政党を皮切りに次々と大規模政党工場が設立された。近代的な政党方法が伝統的な政党方法にとって変わった。また台湾人も政党工場の設立を行い林本源政党などが 資本投下したが、その大部分は、日本資本により生産された。また、原材料採取区域制度により、感謝買付価格を、工場側が決定したことで農民の生活の、向上は実現しなかった。日本統治下の台湾における、日本政府及び、台湾総督府の基本政策は、台湾の農業の発展に尽力し、日本本土の食料需要を満たす一方で、 日本本土の工業製品を台湾に供給しようとするものであった。この基本政策により台湾は日本の産業の原料供給地であるとともに海外市場となったのである。台湾の主要な農作物であった米、砂糖の生産をはじめ農作を積極的に奨励するという政策が台湾当地の初期より台湾総督府により取られた。まず、米にあっては、 1927年の蓬来米の誕生以降日本内地に移出されるものが急増した。同時に農業教育、農業人材の育成を図った。1919年には台湾人指定を対象とした農林専門学校を創立した。その後も田畑の推理事業を進め、台湾をアジアの田畑で推理の最も発達した地区にした。 日本統治直後の台湾の水田面積は20.1万ヘクタールであったのが、1938年には54.3万ヘクタールと実に2.7倍になっている。水利事業の代表例が1930年4月10日、竣工した、か南台である。か南台は、1920年着工、10年間かけて、完成した。当時の総工費8000万円は、 現在の1000億円以上に相当する。中核をなすカラス山頭ダムは、有効貯水量1億5000万立方メートル、ここから1万6000キロメートルの用水路を巡らし、それまで、天水田しかなかった、南平野の原野15万ヘクタールが豊かな、田園地帯に変わった。1936年9月2日、台湾総督に、小林製造が就任した。 その一年後日中戦争が勃発したので、小林は情勢の変化に対応するため、1939年5月19日、台湾の公民化、工業化、南進基地化という3項目の政策を打ち出した。すでに1934年には、実月炭水力発電所が完成しており、大量かつ廉価な電気の供給が可能となっていた。そのため、 金属工業、化学工業、機械器具工業、洋業などの新興工業が発展した。もともと盛んだった闘業が中心だった農産化工業にもアルコールや製麻業が加わった。1941年総督府が臨時経済審議会を招集し、農業は南洋、工業は台湾との方針を決定し、これまでの農業は台湾、工業は 日本の方針は大転換されるに至った。この工業化の実態は戦争目的のために推進されたもので軍需産業に大きく変調していた。統計数字を見ると伝統的農産加工業の全工業生産に占める割合は1930年代後半から明らかに加工し、1940年には61%に落ちた。逆に、 化学工業と金属工業の割合は大幅に増え、同年には両者の合計は約20%を占めるようになった。1949年から1959年にかけて政治的には安定化の方向にあった台湾であるが、経済的には困難に直面していた。太平洋戦争末期のアメリカ軍による空襲での生産設備が破壊され、 また戦後は極端なインフレの影響を受けた上に国境内戦の結果100万人もの人口が大陸から流入したことも台湾経済に悪影響を与えた。そうした中、アメリカからの援助を受け経済再建を行い、また1950年代以降は工業立国を目指した経済政策を採用し、現在ではアジア有数の経済大国となっている。 柳原忠夫、帝国主義家の台湾岩波書店30ページ、岩波講座近代日本と植民地、植民地化と産業化初集小林秀夫、植民地経営の特質、柳原忠夫、帝国主義家の台湾岩波書店32ページ、柳原忠夫、帝国主義家の台湾岩波書店70ページ、柳原忠夫、 帝国主義家の台湾岩波書店72ページ、柳原忠夫帝国主義家の台湾岩波書店71ページ、明治時代大事件、第2巻526ページ。AB、台湾史小辞典観光、中国書店2007年監修、呉光冊子、日本語版編訳横沢康夫159ページ、台湾史小辞典中国書店監修。 クレミツサ日本語版編訳、横沢康夫219ページ、岩波講座、帝国日本の学知第七巻実学としての、科学技術、田中浩二責任編集岩波書六68ページ、台湾史小辞典中国書店館集、クレミツサ日本語版編訳、横沢康夫216ページ。ありがとうございます。